2023明治安田生命 J1 リーグ第2節、サンフレッチェ広島対アルビレックス新潟、エディオンスタジアム広島からお送りします。サンフレッチェ広島、今日のスターティングラインナップです。いつも通りの 3-4-2-1 のシステムです。キーパーが大迫、3バック鉄板の3倍です。右から塩谷、荒木、佐々木、ダブルボランチが野津田、松本大使、右に中野修斗、左のウィングバックに今日は柏が入っております。シャドウは満田、川村、ワントップベンカリファと入っております。アルビレックス新潟、今日のスターティングラインナップです。4-2-3-1 のシステムです。キーパーが小島、4バック右から藤原、そして今日はトーマスデンが入っています。千葉、左に堀米、ダブルボランチが秋山、甲、2列目右から太田、伊藤、水戸、ワントップ鈴木と入っております。で、広島も休むことなくプレスに出ます、で、一つのボール下がれば一気にラインアップ。そうですね、はい、まあ、いいと思いましたね、お得意千葉の縦パス反応した伊藤です。スルーパス、水戸が来た、水戸が来た、水戸スイッチ、左足、お見事、これぞアルビレックス新潟。町田から加入、新潟のデビュー戦、そして J1 のデビュー戦、 J1 初ゴール、オーター。千葉選手からしっかりと縦パスがね、伊藤選手入りましたし、伊藤選手がボールをドリブルで少し選択肢を探す中で、水戸選手がね、少しこう中央に入ってきて、それをボールを受けて、少しここでスライディングが入りましたけど、そのこぼれ球をね、しっかりと、太田選手も、精度の高いシュートがね、突き刺さりましたね。はい、はい、誰に合わせるか、満田誠、ニアサイド、ベッカリファ、そらして、ポスト、もう一回クロスバーを叩きました、堀米、狙っていました堀米、キレがあります水戸、水戸、伊藤、伊藤、くるっと回って水戸、ゴールデンコンビでつないだ、そしてスルーパス、スプリントモンスター太田のシュート、ポスト直撃、いやー素晴らしい攻撃でしたね。今の崩しはちょっと美しかった、そうですね、その攻撃の、形と、最後フィニッシュワークのところ、非常に、ね、完璧なプレーだったと思いますね。はい、ワンタッチ、効果的なワンタッチが入ります、堀米、呼ぶが、伊藤のシュートだー、ナイスキーパー大迫。昨シーズンの J2 最少失点を支えた守護神です小島、入れ替わる鈴木を収めて、さあ伊藤に入る、何でもできる伊藤、逆サイドを見た太田、ナイスタッチ、太田から崩して鈴木、伊藤、太田、鈴木、トライアングル形成です。0対2になりました。崩しきった新潟、お見事。このね、伊藤選手も右サイドの太田選手よく見てましたし、太田選手も落ち着いて、この中に入ってきた鈴木選手もう一度ね、この戻すあたり、非常に落ち着いていますし、素晴らしいゴールにつながりましたね。川村から空いたところ、東、東のクロスボール、オーストラリアも行く、小島弾きました、おそらくね、こうクロスをクロスボールを、ね、狙ったと思いますけど、直接ね、ボールがね、ゴールに飛んできましたね。ボックスの中でベンカリファ2枚で挟みに行った新潟、こぼれてクロス、もう1回満田、足裏止めてクロスボール、ピエロスの後ろ、川村に入って塩谷シュート、ナイスキーパー小島、いやー、ここもキャッチしました小島です。柔らかいボール、こぼれたボール、塩谷のボレーシュート、
ゴラッソ塩谷司、強い広島を取り戻すんだ男塩谷、1点返しました。いや力抜けてましたね。まあ一振りでしたけど、あまりね力を入れすぎず、もうしっかりとねミートにの意識で、まあ、打ったと思いますので、いやこれはスーパーゴールですね。ボルテージが上がっています。エディオンスタジアム、東俊輝のコーナーキック、ヘディングコースがあった、最後飛び込んだ川村、頭を抱えます。まあ、少しこうボールを、ね、うまくミートできなかったですよね。クロスボールが入る、小島が出る、ここも小島、ここで試合終了の笛です。 J1 クラブについていくんじゃない、俺たちがリーグを引っ張る、アルビレックス新潟、トップカテゴリーで6年ぶりの白星です。